ウェイリン、ハーバーがサイゴンの軍警察を買収しました。ボンドを見たら殺すよう命じられています。彼がカーバーのタワーで見つけたデータディスクのコピーを持っていますね。それを解読し、カーバーのステルス艦の位置を見つけるのです。軍隊は20ミリ遅延ガンを装備して道路を封鎖しました。強力な兵器を手に入れるまで慎重に進むように。Yeah.
やっとラボに戻れたわ。この新しい解読ソフトウェアで読めるはずよ。よし、やったわ。ハーロン1ね。